皆さん、こんにちは。今日は諸星和美さんのことについて紹介します。まずは諸星和美さんの経歴とプロフィールから紹介します。諸星和美さんは静岡県富士市出身の歌手、俳優、タレントであり、男性アイドルグループ光源氏の元メンバー。長年何かと芸能の話題に登場するのはジャニーズ事務所関連のことです。最近ではキング&プリンスの平野翔さんをはじめとした3名の脱退やジャニーズ JR 内ユニット IMPA シートルズのメンバー全員退所など、ジャニーズに関する話題は尽きません。さらに所属タレントに関する話題だけでなく、ジャニー喜多川氏の性加害を告発する声が相次ぎ問題となっています。過去にジャニーズは成長期にジャニー喜多川氏さんに女性ホルモン注射を打たされていた可能性があります。このジャニーズは女性ホルモン注射を打たされているという噂は昔からあったそうです。理由は当時ジャニーズに所属していた佐藤博美さんの声変わりがないことや、田原俊彦さんの体毛が若い頃薄かったことが挙げられています。さらにこの噂の信憑性を高めたのは、2005年に木山翔吾さんが出版したスマップへ、そして全てのジャニーズタレントへの内容でした。木山翔吾さんは元光源氏でデビュー目前でジャニーズ事務所を退所されています。この書籍で木山翔吾さんは受けた性的な虐待の事実を暴露していて、その中には女性ホルモン注射についても書かれているようです。木山翔吾さん本人は女性ホルモン注射を打たされることに恐怖を感じ、打たされることなくジャニーズ事務所を退所したようです。木山翔吾さん本人が打たされたわけではないので真相はわかりません。ただ光源氏の諸星和美さんから女性ホルモン注射を打たされるという話を聞いたということや、ジャニーズ事務所に実際に所属していただけに信憑性が高いとも考えられます。しかしジャニーズの経営についてはジャニー喜多川氏から藤島ジュリー景子氏に引き継がれているため、現在も女性ホルモン注射を打たされているということはないと思われます。ジャニーズはこの謎の注射の影響で身長が伸びないということはありえないことではありませんが、個人差があると思われます。実際に注射の中身に入っている女性ホルモン注射の効果は、肌や髪をきれいにする、身長が伸びるのを止める、体毛を薄くするなどがあります。女性ホルモン注射を打たされていたと考えられる光源氏のメンバーの諸星和美さん、佐藤博之さん、山本純一さん、佐藤敦弘さんは確かに160センチ台で、日本人の成人男性の平均と比較すると少し低いです。しかし一方で内海浩二さん、大沢みきおさん、赤坂明さんは178センチは高身長です。そのため必ずしも女性ホルモン注射の影響で身長が伸びないとは言えません。ジャニーズが小柄な理由は、ジャニー喜多川氏が小柄で可愛らしい男性が好みであることが理由だと言われています。小柄で人気のあるジャニーズ事務所のタレントというと、関ジャニエイトの安田翔太さん、ジャンプの山田涼介さん、知念優里さん、セクシーゾーンの佐藤勝利さんなど多くの小柄なタレントがいます。しかしジャニーズ事務所に所属するタレントが必ずしも小柄であるかというとそうではありません。最近人気のあるスノーマンのラウールさんや目黒蓮さんは180センチメートルを超える高身長です。ただジャニー喜多川氏のお気に入りであると噂されるタレントが小柄であることが多かったとも言われています。デビューしているタレントや目立つタレントが小柄だなと感じるのも納得ですね。ジャニーズ事務所の合宿所などに寝泊まりするスターの原石に対して、所属事務所社長という絶対な権力者がたびたび性加害を繰り返していたという闇が、被害に遭った元タレントたちの証言で明らかになっている。これまでテレビなどでジャニーズ事務所のタレントたちに披露されてきたのが、小ジャニー喜多川氏の自宅も兼ねていたとされる合宿所にまつわる様々なエピソード。2021年1月8日放送のダウンタウンナウなどのバラエティ番組で合宿所でのエピソードを披露していたのが、1979年に13歳でジャニーズ事務所に入所した東山紀之。当時東山を含む少年隊の3人のほか、田原俊彦、近藤雅彦、川崎麻世、渋垣隊、光源氏の諸星和美といったジャニーズの流星を築いたタレントたちが寝泊まりしていた様子を話しています。東山がトシちゃんやマッチのためにラーメンを作っていたり、
レコード会社や振り付けのスタッフなども出入りするなど、修学旅行の延長のようだったと話しています。こうした合宿所でのエピソードは、ファンが最も喜ぶネタの一つだ。18歳から26歳くらいまで、合宿所にいたというトシちゃんが食事も、風呂も一番の絶対的な存在で、合宿所で最も大きいトシちゃんの部屋には、ミッキーマウスのぬいぐるみで、溢れていたといった話は鉄板です、と芸能ライターは言った。他にも、城島茂、堂本光一、三宅健など、多くのタレントが合宿所でのエピソードを語っている。スマップや時を、キンキキッズ、嵐や関ジャニエイトなどのアイドルグループに引き継がれ、先輩にお小遣いをもらったり、食事をご馳走になったり、ゲームをしたりといったほのぼのとしたエピソードは、タレントたちの素顔が垣間見えるため人気ですが、その裏で多くのタレントがジャニーさんから性被害を受けていたと思うと、複雑な思いを持つファンも少なくないでしょう、と女性週刊誌記者は言った。おもなき今、合宿所の闇が次々と明らかにされている。天下のキムタクを、と、なんとも軽く呼び捨ててしまう長女ココミをして、偉大、と認めるビッグママ、工藤静香と現在の夫である、木村拓哉との熱愛が発覚したのは、99年末のこと。急接近したのは木村の趣味だった。サーフィンを静香が始めたから、サーフィン以外にも、ブラックバス、釣りにも一緒に何度も出かけていて、嵐の素顔を歌ってた。あの静香が魚釣りをするなんてと、記者仲間と驚いたのを覚えていますよ、と、当時を知るスポーツ紙記者は言った。その交際発覚から、わずか1年でできちゃった婚して日本中が驚いたのは、今更説明するまでもないだろう。だが、木村と付き合うまでの静香は、恋多き女として、マスコミを賑わせ続けていた。自身に曲を提供していた作曲家、後藤継俊との熱愛が報じられた後、乗り換えたのが、夫の大先輩高源氏諸星和美、当時の諸星はカー君と、呼ばれグループ切っての人気者だった。同位年の彼氏との出会いは、10代半ばに遡る、当時、諸星浜田ジャニーズ JR だったんですが、その頃から静香にぞっこんで、わざわざ彼女が通っていた高校まで、行って声をかけたほど、今ならストーカー扱いです、とスポーツ紙記者は言った。二人は、ほどなく付き合い始める、もちろん、秘密裏な交際だったのだが、光源氏ファンの間では静香とできてると、すぐ噂になったんです。というのも、諸星がコンサート中に突然、静香の曲、無言、色っぽい、を歌い出したり、工藤静香の抱いてくれたらいいのには、俺のための歌だなんて言い放ったから、何万人という自分のファンの前でですよ、と、スポーツ紙記者は言った。静香の方も、大胆な行動に出ていた。光源氏のファーストコンサートを、お忍びで鑑賞していたのが、発売されたコンサートビデオに映り込んでいたんです。クールビューティーで売っていた、当時の静香がジャニーズアイドルのコンサートに行くなんてね、最近の匂わせなんかとは、レベルが違いますよ。諸星が後年出版した告白本の中で、18歳の時に結婚をしようと言った彼女がいたと、匿名で綴っているのは、静香のことではないかと言われている。そんな結婚寸前まで燃え上がっていた二人だったが、自他ともに認めるほど、当時の諸星は遊び人でしたからね。諸星の女遊びの度に、離れたりくっついたりしていたけれど、結局、諸星が静香の友人でもあった。アイドルに手を出しちゃって、それで愛想を尽かしたそうですよ、と、スポーツ紙記者は言った。2016年8月7日、諸星和美さんは自身のブログに、一枚の写真をアップしています。その写真は、肌が黒く激痩せして、頬がこけている諸星和美さんの写真でした。どうやら、8月は炎天下の中での、ロケや大阪でのイベントなどで、まともに休息が取れていなかったそうです。しかし、薬物使用者の特徴として、注射の跡を隠すために肌を焼くことがあるようで、肌が日焼けで黒くなった諸星和美さんの姿に、薬物疑惑が浮上したのです。また、元光源氏のメンバーだった赤坂明さんが、過去2度にわたり覚醒剤取締法違反で逮捕され、懲役1年6ヶ月の実刑判決を受けています。これに対し、同じメンバーだった諸星和美さんに、黒いつながりがあるのでは、と世間が騒ぎ出しました。さらに、諸星和美さんがたびたび出演する、イベントでの話し方が路列が回っていなく、まるで薬物を使用しているのではないかと、思わせるほどでした。このようなことが、諸星和美さんの薬物疑惑に拍車をかけたようなんです。
痩せているのも肌が黒いのも、過酷スケジュールとアクティブな趣味が原因のようですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。